頭蓋骨包合早期融合症とは、頭蓋骨包合が早期に融合した結果生じる頭蓋の変形と、それに伴う様々な臨床症状を合わせたものの総症。強化しら症とも言う。正確な調査はなく、1万人に1から2人ほどの割合で発症するとされているが、欧米では2000から3000人に1人との調査もあり、日本における発見率の低さが目立っている。 上述した通り、日本では頭蓋骨方合早期融合症の発見率が低迷している。発見率低迷の背景として、欧米と日本における遠隔の違いがある。欧米では、うつ伏せ根が乳幼児突然死傷候群の危険因子であることが判明したため、うつ伏せ根の文化から仰向け根の文化へと一大転換が図られた。しかし、 その結果として、乳幼児の頭蓋変形が飛躍的に増加し、頭蓋変形に対する医学的な研究が発展するとともに、社会的な意識も高まり、頭蓋骨法合早期融合症の発見率も上昇した。他方、日本では、そもそも仰向け根の文化であったことに加えて、下記のような誤解が蔓延しているため、頭蓋変形に対する意識が高まらず、 頭蓋骨包合早器融合症の発見率も低迷している。頭蓋変形に対する関心の高まりと専門外来の普及が求められている。無気癖などにより乳幼児の頭蓋が変形してしまう位置的頭蓋、変形症との鑑別が必要である。非症候性頭蓋包合早器融合症は融合する箇所によって一家のように分類される。症候性頭蓋包合葬器融合症は 以下のような原因が考えられる。下下手術を行うのが一般的である。軽度三角頭蓋に下下手術を行うべきか否かについて賛否が割れている。下地武吉らは、軽度三角頭蓋の手術により、発達の遅れや自閉症類似症状が改善した、と主張している。通説は、下下手術について否定的である。日本児童青年精神医学会理事会は、 以下のような見解を表明している。1、従来、発達障害に対する本術式の有効性は認められていない。二、これまでの報告では発達障害の診断、治療効果の判定、予測されるリスクなどの検討が極めて不十分であり、現時点では発達障害の治療として実験的治療と言わざるを得ない。3、さらにこの手術には発達障害の治療としては、 様々な倫理的問題も指摘されており、本学会の倫理検討委員会において調査中である。2005年12月経度三角図外の外科手術に関する見解また、日本自閉症協会も以下のような公式見解を表明している。現時点で、経度の三角図外と自閉症との関連について、脳神経外科学、児童青年精神医学、 小児科学などの学会で広く認められているとは言えません。手術の適用も確定しておらず、自閉症に対する確立した治療方法ではなく、研究段階にあるものです。この治療については、手術を行う専門医の十分な説明のみならず、小児神経学、児童青年精神医学、小児科学などの専門家によるセカンドオピニオンが必要です。 三角頭蓋の手術についての公式見解以上の否定説に対し、下地武義は次のように反論している。厚生労働省や県の研究費を受け、術前3ヶ月と術後6ヶ月の漢字の状態を4種類の心理テストで検査している。言語地帯や自閉傾向などで明らかに改善した三角頭蓋手術特区撤回要求。 親の選択狭めないで琉球新報2016年11月7日24面内閣府地方創生推進事務局は小児の軽度三角頭蓋手術療法は多動、言語発達障害、運動地帯などの多彩な症状を小児期に手術することによって改善する世界でも思考例が少ない治療であるとして社会医療法人友愛会富臼区中央病院を 国家戦略特別区域高度医療提供事業に認定した。これに対し、日本児童青年精神医学会は、以下のような見解を表明している。下地知らの発達障害を有する子供の軽度三角頭蓋に対する外科手術は、ヘルシンキ宣言に反するものであり、当学会は内閣府に対し、発達の障害を有する子供に対する、 軽度三角図外に対する外科手術に係る社会、医療法人友愛会トミグスク中央病院の国家、戦略特別区域高度医療提供事業認定の取り消しを求める。2016.0719内閣府による社会医療法人友愛会トミグスク中央病院の国家戦略特別区域高度医療提供事業の認定に関する声明また、日本自閉症協会も、 以下のような見解を表明している。東京会は平成16年9月21日に三角図外の手術についての公式見解を発表しております。その後、自閉症と三角図外の関連性について医学的な証明はなされておらず、当該手術が自閉症をはじめとする発達障害の治療として有効であるという証明も公認されるには至っておりません。実際、 この手術を受けた者の,の有効とは言えず今も特有の症状で悩んでいる方が東京会の会員にもおられます。従いまして、東京会といたしましては現時点においても平成16年の公式見解を踏襲しております。今般、日本児童青年精神医学会が出された声明を指示します。国家戦略特別区域、沖縄県の認定事業。 病床規制に係る医療法の特例における小児の軽度三角頭蓋に対する頭蓋形成術について以上の認定撤回要求に対し、下地武義は以下のように訴えている。手術を選択するのは親。選択の幅を狭めないでほしい。三角頭蓋手術特区撤回要求。親の選択狭めないで琉球新報2016年11月7日24面。また、 息子が手術を受けた南城市の女性は次のように話している。決断は正しかった。私の周りにも手術を受けさせた親はたくさんいる。手術を選択するのは親なので、それを奪わないでほしい。三角頭蓋手術特区撤回要求。手術受けよかった琉球新報2016年11月7日24面。さらに息子3人と来県して、 手術を受けた三重県の女性は次のように話している。沖縄以外では、この治療法を花から否定していて、検査してもらっても問題ないと言われるだけだった。手術を受けてよかった、三角頭蓋手術特区撤回要求、手術受けよかった琉球新報2016年11月7日24面ブログ、等で子供が頭蓋骨包合早期融合症であることを明かしている著名人は、 以下の通り、ありがとうございます。